皆さんこんにちは。サッカー解説者の越智勇人です。今日は第40節群馬戦をプレビューしていきます。ここ2節直近の2節をこう振り返った時に、強く残っている印象としては、前半の試合の入りも含めて45分の戦い方、過ごし方っていうのが非常に山形にとっては整理されているし、試合を結果的にこう有利に進めることにつながっているな。栃木戦も金沢戦も前半のうちにゴールを奪えて、スコアを自分たちの方に有利に動かせているので、その後、後半45分苦しい時間は確かに来るんですけど、先に挙げているゴールという自分たちがスコアを有利に進めていることで、守備のバランス、リスクを上げる上げないっていうその判断も的確にできているのかなという印象は受けてます。最近の山形は、試合開始から5分から10分、まあ、10分ぐらいにかけてちょっとこうスロースターターというか、それは逆に言えば自分たちがスピードを上げすぎるんじゃなくて、相手の出方を見る時間に当てているので、でその中で何を見てるかっていうと、まずは相手のプレッシングの形、かけ方ですよね。あとは攻撃、ビルドアップの時にどういう立ち位置を取ってくるかっていう、まあ攻守そう両面で相手がどう出てくるのかっていうことをしっかりと見ながら、じゃあ自分たちがどういう立ち位置を取って、まあ、サイドバックの高さだったり外なのか内なのかとか、あとは南高江のボランチの関係、どれぐらいこう相手ボランチが出てくるのか来ないのか、だから南はボランチで後ろに留まってるんじゃなくて、今日はトップ下ぐらいまで上がっていいんじゃないかとか、そういうその相手を見ての分析の時間に当ててる。で10分以降それを実行していく、そこまで見えてきた現象に対して自分たちはどういうふうに立ち振る舞っていくかっていうところをしっかりとこう分析できているので、その分析力と実行力がその前半45分の中で、しっかりと発揮できてるんじゃないかなって思ってます。はい、今年の J2 も残り3節となりました。で前節が終わった時点で町田が首位をキープしたまま2位以内を確定させて J1 昇格を決めました。2位に清水はつけてますが、まだそこは確定してませんというところですね。で、まあ、近年こんなに、最後の最後まで大混戦になるシーズンは、まあ、いつもなんか言われますけど、今年こそ本当に大混戦かなというふうに見てて、ここから3試合の中でまだ1波乱も2波乱もその昇格プレーオフっていうところにどこが食い込むかっていうのは、特に5位6位のところに、例えば5位に今千葉、6位に長崎で、7位以下が甲府、山形、群馬、岡山、大分ってなってるんですけど、まあ、一応11位の大分までは、プレーオフ圏内にこう入っていける可能性としてはあります。ただだいぶ薄いですけどね、だいぶ薄いですけど、まあ可能性としては9位の群馬ぐらいかなというふうには僕は見てます。で当然山形はここ数試合の中で6位の今長崎との勝ち点差をもうわずか1ポイントに、縮めたということで、これは最後の最後まで山形はもうヒリヒリするというか、着実に5位6位のところは狙っていける位置まで上がってきたというか、しっかりとこう上げてきたなという印象はあります。で、なおかつ山形は最終節に今1個上の甲府との最終戦も残ってますし、結構5位の千葉と6位の長崎が最終節で直接対決があったりとかして、これは本当に最後の最後までわからないという状況です。まあ、千葉がねここ 1,2 ヶ月すごく好調をキープしてここまで来ているものの、こればかりは本当に好調なチームが最後の最後食い込んでいくかっていうと、そういうことだけではなくて、やっぱりここは経験だと思いますね。経験のある選手が、
やっぱりどういうふうにこういう緊張感のある時期、緊張感のこう高いゲームっていうのを乗り切っていくかっていうのは、若い選手のやっぱがむしゃらさっていうのも大事だけど、ここはやっぱりベテラン選手たちの立ち振る舞いっていうのがチームには大きく影響するので、特に山形でいったらね、南選手とか、まあ、キーパーの後藤選手もね、いろんな経験をしてきてる選手もいるし、山田拓海というね、山形が誇るこうバンディエラですよね。やっぱそういう存在がいるかいないかっていうのは、この残り何試合かで大きな影響を持ってくると思うので、はい、最後の最後までこの J2 の5位6位のところですね、うん、3位4位のところはもう岩田、東京ヴェルディっていうところで硬いのかなっていうふうには僕はもう見てるので、5、6ところにどこが食い込むかっていうのは今お話ししたように最後の最後まで分かんないかなとは思ってます。はい、まあ去年から群馬の指揮を取ってるのが大槻監督になってからは山形は勝ってないと。去年はダブルですね。で、今年1度目の対戦でも山形は0対1で敗れてるということで、まあもう約2年勝ってないっていうふうに、はい、捉えていいと思います。まあ、山形としたら一つの鬼門になってる相手ではあるし、今 J2 のそのプレーオフ昇格圏内にこう入っていく、争っている一つのチームですね、群馬も。はい。で、群馬直近5試合では1勝3分け1敗ということで、なかなか勝ち点を伸ばせずにいるというチームの一つで、で、まあでも何度も言うように、まだ6位以内というところの可能性があるので、すごくモチベーションは高いチームの一つですよね。まあ、まずは群馬は 4-4-2 ですね。オーソドックスな並びとしては4バックの中盤4枚でトップ 4-4-2 という立ち位置になります。で、攻撃の話で言うと、まあ、そこが一つ特徴的なんですけど、4枚スタートなんですけど、ボールを保持した時にはこの右サイドバックに入る、最近だと岡本だったり川上のオジョン選手が右に入るんですけど、この選手がマイボールになった瞬間、こういうところに入ってきて、後ろ、こう3枚、3枚回し。まあ、ここに串引選手が入ってきて、まあ、こういう形でボールをこうやって動かしたりするっていうのが一つ特徴で、まあ、数字で言ったら後ろ3、で、ボランチが2。ここね、5枚で、5人で形成するっていうのが一つ特徴的ではあります。で、ワイドなところに佐藤亮という、これ左利きの選手なんですけど、サイドバックがスーって入ってきた時にグッて開いたり、または佐藤選手がスッと中入った時にはこのまま高い位置にサイドバックの選手が出てたりして、ただこの選手左利きなので、ここ相手にプレスかけられても左足でこのままフリックとか、相手から遠い方の足でボール持てるので、結構折りながらプレーすることが多いんですよね。で、そのままサイドバックがスーって上がってって、フリックからのサイドバックが飛び出していくっていうような、こういう形が多くて、攻撃に関しては 4-4-2 のままこう上下動するんじゃなくて、こう立ち位置を変えながら変則的に攻めてくる、まあ、立ち位置を、まあ、山形の選手たちに対して混乱させていくっていうのが、まあ、一つ特徴的であります。で、守備に関してはこの 4-4-2 っていうのはもともと大槻監督去年からだいぶこう整理しているというか、真ん中を占めるっていうところは非常にうまい、その守備の構築というところは非常にうまいチームだと思います。なので去年から山形はこの守備ブロックを打ち崩せずに、この真ん中にボールを打ち込めない、なかなか結局は外回しで群馬の守備ブロックの外側を動くっていうような、動かすしかないっていうような展開に持っていかれてしまって、ゴールがなかなか近づかないっていう、そういう特徴があります。最近の群馬のそのウィークっていうのは、もう本当強みとこうウィークの本当ギリギリのところ、表裏一体にあると思ってて、群馬攻撃時は先ほどお話ししたように、こういう後ろ3枚回しになって、右のサイドバックが、まあ、こうやって1枚高い位置に上がっていきます。で、まあ、なおかつ、この後ろ3バック、
のチームって意外と守備の時には5バックになりますよっていう話はもうスタンダードだとは思うんですけど、よりこうやって高い位置にサイドバックの選手が上がってこっちに入ったりね、外側に行ったりするんですけど、高い位置まで上がるので、ボール持ってる時は本当もうリスクを上げながら攻撃を攻める、点を奪いに行くっていう姿勢があるんですけど、失った瞬間ですね、ボールを群馬が失った瞬間っていうのは、後ろ3人はいますけど、このペナ幅は極力守りたい。だけどやっぱこの68メートル幅っていうのは、この3人では守りきるのは難しい。この選手たちが瞬時に戻れればいいんですけど、やっぱり前がかりになっているので、ここのスペースだったり両サイドのスペースっていうのは広大なスペースを空けてしまっているので、最近の群馬の失点傾向としては、中盤だったり最終ラインからこのビルドアップからのミスで一気にこういうペナ幅で攻め込まれてたり、サイドから相手のカウンター、ショートカウンターですね、で、攻め込まれて失点というケースが結構こう目につきますね。はい、ズバリ注目選手というより、群馬はここにもう一人すごく存在感のある人がいて、あの監督ですね、大槻監督。群馬はピッチの選手プラスやっぱりベンチの存在感も強いので、ここがどんなことを準備してきて、どんなことを山形に対してこう手を打ってくるのか、そこが一番の山形としては警戒すべきところだと思います。はい、ありがとうございます。はい、まず今節の見どころは、その群馬の右サイド、山形の左サイドですね、こっちのサイドだと思います。群馬がほらボールを持てばこういう形になって、右のサイドバックがいろんなところにこう顔を出してくるっていうことになるので、まあここの選手をしっかりつかめるかっていうところが一つキーにはなってくると思います。ここにとどまるだけでそのまま抜けてったり、ここがこう入れ替わったりしながら結構目まぐるしく立ち位置を変えてくるので、まあそういうところを山形がつかめるか、混乱しないかっていうこと、あとは逆、裏を返せばこの右サイドバックがポジションをここ開けるので、この最近だった山形、宮城天選手、宮城天選手がここに入るんですけど、この左サイドに関しては宮城天もしくは小野選手が結構このサイドはつきやすいとは思うんですよね。だからそこはもう表裏一体、群馬がリスクを上げてくるところを山形はいかにつけるかっていうところが、まあ、一つキーにはなってくるかなとは思います。はい、山形としたらここを生かしたいなっていうのは、やっぱ最近好調の高江と南選手の両ボランチですね。非常に好調な2人だし、何が好調かというと、やっぱり相手の出方を見て自分たちがどうするべきかっていう戦術眼、分析力っていうのがこの2人にはあるし、じゃあ最近どうだかっていうと、高江選手がちょっとこう後ろでバランスを取りながらボールを持つ機会を増やして、でじゃあ南選手がどうしてるかっていうと、こういうボランチの脇だったり、もっと言ったらこういう背後を取ってライン間のところでもボールを受けてしまうっていう、そのトップ下に近いような仕事を増やしてきてる。逆に言えばこれリスクはありますよね。もうワンボランチで守備これ引っ掛けちゃったら攻め込まれるっていうリスクもあるんですけども、それ以上に高江選手の縦に差し込むパスの技術だったりキックの技術があるし、南選手のやっぱ的確なポジショニングっていうのがあるので、簡単にはボール奪われないし、高江選手のところにプレッシングがかかってきた時に南選手はスーッと相手の背後に回り込んでここでポイントを作ったり、あとは中締めてるんだったら、まあ横パスというよりもギリギリこのギャップを伺えるようなところに入りながらスッっていう風にボールを前に進めていきつつ、自分が攻撃参加さらにしていく。だから前節の金沢戦では結局南選手はここからゴールを決めますけど、後ろに留まっているわけじゃなくて、このボランチの2人の関係性ですよね。どちらかが必ず駆け上がっていく。もっと言うと金沢戦の南選手のゴールシーンの時、実は高井選手どこにいたかっていうと、高井選手ペナの中にいるんですよね。だからここはもう開けている状況にはなったんですけど、結果ゴールを決めきるっていう、その瞬間瞬間の決断と判断が今高江南このボランチ2人に関してはすごく的確にできているので、
山形としてはここで主導権を握れるかっていうのはとても大きな要素かなと思って、